皆さん、んごきげんようペールバー村でのお釈迦様の遺言の話です。えー、旅の途中ペールバー村で上腕に入られたお釈迦様は阿南と二人きりになられました。そして、えー、病気がようやく治った時に阿南に対して、えーまあ、遺言ですね。ももう自分そそろそろ 体が弱ってきて涅槃が近づいたということを自覚なさって阿南に遺言を託されるわけですね。で、えー、一つは前回ご紹介をいたしましたね「握、えー、ににり拳なし」と「私は全てを君たちに教えたのであると」と「しかも私が仏教という相談を率いていくリーダーであるというような意思も持っていないんだ」と「全てを皆に分け与え教え」 そししててな同じ立場でで修行をしているるものなのであると私もその中の一,一人のメンバーなんだというそういう,う、まあ、自覚を、ねえー、阿南にお示しになりました。で今回はいよいよその後にお釈迦様おっしゃいました有名な有名な本当に有名なお釈迦様の 遺言の一番、この確信ですね。の言葉であります。えー、自習、保守、または自答名、法答名という、この遺言ですね。えー、このこれについて、お話をしていこうと思います。えー、とまず、言葉の意味ですね。えー、自習、保守と言います。主、まあ、すとも言いますが、この主というのは、この字からわかる通り。 川の中にある三角巣ですねいわゆる水が流れていく大河の中に一部出ている陸地これが巣ですねまあまあ三角巣だと思えば間違いないです。で「自習保守」というのは自分を三角巣とせよ何のことかわからないですね「法を三角巣とせよ」。 という意味なんですね。でこの三角巣っというのはあのまあ最近日本でも洪水がよく出るようになりましたから、えー、まあ,あの分かりやすくなって変な言い方ですけども言われるとよくわかるんですけども、えー、豪豪たる洪水に人が流された時に、えー、その人が命助かるためには何が必要かといえばそれは、えー、捕まってそして 上がることのできる陸地ですつまりこれは洪水で流されている人が、えー、その三角巣にしがみついてそしてそこにこう這い上がることによって助かるということでこれはよりどころという意味なんですね、えー、流されていく人間が、えー、助かるためのよりどころこれが巣ですですから自習保修というのは自分をよりどころにせよそして 法を拠り所にせよという意味なんですね。で、同じ意味内容の同じ遺言が別のバージョンでというか。まあ広がった場所によってね。この自主保守っていうのは、だいたいだいたいスリランカとか東南アジアなどの南の国々で言われています。それに対して我々その北方仏教国ですね、えー、東東北東北アジアの。 えー、例えば日本とか中国とかそういう仏教国では大体この「自灯明、法灯明の方が有名なんですね。で地頭明法頭明ですとこれは三角が代わわりりにに明という単語に置き換わっておりますこれは、えー、自分を暗闇を歩く時の「灯明」とせよつまり自分自身が道案内になるんだと。で法が道案内になる。 ということで、これも同じことなんです。要するにどちらも意味は、自分を拠り所とし、法を拠り所として、えー、進んでいけ、歩んでいけという、そういう意味になるんですね。で、同じ内容が、これ2つ違った単語で、違った言葉で表されていることの、えー、理由については、後ほど、えー、ご紹介をいたします。ご説明いたしますが、ともかく、 この自衆補修にしろ、自等明、法等明にしろ、ともかく言っていることは、自と法、この二つがよりどころなのである。何のよりどころかというと、お釈迦様が亡くなった後のよりどころです。今もお釈迦様遺言,言ですからね、これは自分が亡くなることを前提として言い残しておられるんですから、わしが死んだ後も、お前たち弟子たちがよりどころとすべきものは、 お前たち自分自分身ととそして法なのだとこう言うんですねでこの法の意味ですけれども言うまでもなく「仏法僧という三法3つの宝これが仏教の定義でありましたがその中の2番目法覚えておられますか、えー、意味はお釈迦様がおときになった教えという意味ですね。ブッダががいた教えこれが法ですで ただし説いた,説いた教えとしての法その中身は何だと言いますとこれはですねブッダがお釈迦様が勝手に考えたお釈迦様自身の思想だとかお釈迦様自身が考えた独自の見解だとかそういう意味じゃないんですお釈迦様はそんなことをする人じゃないんですブッダというのはどういう人なのかというとこの世の本当の断り つまりこの世の中は本当はどのようなシステムでどのように動いてどのように存在しているかというその真実の姿を我々に伝えるためにお説きになった教えが法なんです。ですから法というのはあの、えー、誰にとってもあらゆるものにとっ,て、えー、とっての普遍的真実としてのこの世の在り方です。 もっと簡単に言えばそれは例えば「縁にだとかねあるいは「空中・中諸仰・無常」「諸法・無我」といった仏教の教えこれはお釈迦様がふっと考えついた独自のアイデアなんじゃなくってこの世の中の本質はそれなんだということをお釈迦様が自分で発見なさったんです。で発見なさったその中身を伝えるために教えを説いた。だから法という単語には ブッダが説いた教えという意味と同時にその中身としてのこの世の本当のあり方という意味も入っているんですよろしいございますかでそれをよりどころにせよと言ってんですいいですかだからお釈迦様の教えだから信じなさいと言うんじゃなくてお釈迦様がお説きになったこの教えはこの世の本当の姿をあの えー、解説したものではこのような本当の姿を我々に伝えてくださるものだということですから法をよりどころにせよということはこの世の中の正しいあり方を見よということですそれを受け入れてよろしいでですかでその世界観の上に自分自身の努力で積み上げていく生き方の道を作っていけということなんですね これが自習保守の意味ですで。お釈迦様はそれをこのような言葉で実際に語っておられます。その下にありますからちょっと読んでみましょうね。この世で自分自身を島とし自分自身を拠り所として生きよう。それ以外のものを拠り所にしてはならない。法を島とし法を拠り所として生きよう。 それ以外のものを拠り所にしてはならない。これがちゃんとあの涅槃尿の中に説かれているブッダの言葉であります。で、えー、この自分と法、これはもうお分かりですわね。ブッダが解き残されたこの世の本当の姿の、この世の本当のあり方をベースにして、自分の努力で自分を変えていけと。 いうわけですね、そうするとその先に何があるかというと真の平安がある心の平穏が訪れるのである。でそれはまあ涅槃に結びついていくとこういう話になってくるわけですね。でここで大事なのはそれ以外のものを拠りどころにしてはならないという教えであります。で自分と法以外のものをどんなものを拠りどころにするだろうかとお釈迦様亡くなった後にねもし我々が 他のものをりどころにしてしまうとすればそれはどんなものがありうるかそれは当然のことながら何かお釈迦様以外の別個の特別な存在超越的な存在がいるということを信じてそれを拠りどころにすることもあるでしょうしあるいはあのもっと現実的に言いますと仏教相談でお釈迦様がいなくなったんだからその後の誰かが後を継いであの えー、ブッダ二世ブッダ二代目ブッダ三代目ブッダ四代目というようなその跡継ぎみたいな人がいてその人を拠り所にするということだってありうるわけです。つまり仏教相談の次々の跡継ぎのリーダーというのを制定設定してその人をブッダとしてブッダの跡継ぎとして、えー、信頼していくという道もあるわけでもしお釈迦様がそれを考えておられたとしたらそれ言ったはずです。 例えばわしが死んだ後は何々を誰々を島として生きようみたいにして次の代を指,定指名することだってできたはずですがそれしてませんそれ以外のものはよりどこにしてはいけないっていうんですからそういうものは一切なしということですからこれによって仏教相談は2代目3代目はいなくなったんです。でそれ以後の仏教 相談というのは釈迦の教えをベースにしあとはみんなで合議してみんなが集まって会議で決めて運営されていくということになりましたこれ以後仏教世界全体を統括するリーダーダというようよなものはももう現れておりませんでもちろん仏教三がもう全て平等ですからどこかに中心があってねまあまあ本山みたいな <laughs> 本山って怒られちゃうけど。 本山のようなものがあって、そしてその下に末次の山河があると、相談があると、そんなものは一切ない。すべてが平等のネットワーク形式で動いていくというように、あの中心となるコアを置かない形で、仏教相談は運営されていきます。それも、このあの自習・補修をそのまま実行すれば、自然とそうなるということなんですね。ですから、この自習・補修というのは、まさに。 ブッダの教えとそれを受け取って努力をしていく自分というこの2つだけであの仏教というのはこれからもやっていかねばならんのだとその2つ以外のものを拠り所にすると仏教相談は崩れていくぞという話にもなるわけです。よろしございますですからこの,あの自習保守のねあの遺言で大事なのは。 事と法の2つが揃っているという事実とそれからもう一つは事と法以外のものはそこに想定されていないというこの2つの両面の事実が極めて重要な意味を持ってくるで、その後の仏教仏教という宗教のあり方をここで決定づけていくわけなんですねそういう意味ではもう本当に短い教えなんですけども極めて影響力の強いそして 正当なる遺言であったということがもうしみじみ分かりますね。それで次はちょっとまあ,、まああのえー、言葉の問題ですけどもそれで自主・保守と自闘明法投明と何で2つあるんだということなんですが。 これはですねもともとのインドの単語が古代インド語がディーパーという単語なんですね。でこのディーパーという一つの単語なんですがそれがあの普通にディーパーと聞くとそれが闘明、えー、という意味なんですが実はそのディーパーという単語は別の形もありうるんだということを知っている人から見るとこのディーパーは本当は島という。 単語かからるるんだとということが分かる人たちもいる。あのそれでちょっとねどんな例があるか考えてみたんでこれ分からない私の説明間違ってるかもしれないんでこれは是非国語学者の先生なんかに一度ご意見を聞いてみたいんですがこんな例えはどうでしょうかということなんですがねこれ私中学時代の授業であの先生から聞いてね 体育の先生だったかな不思議な話ですが、えー、中学の時に聞いてあのこんな話を聞いた「君ら花が怒ってるっていう言葉知ってるか?」って聞かれましてね私福井県の三国というところの生まれなんであの我々の周りではその花が怒ってるという単あの言葉聞くとこれはもう意味は一つしかないんでお花が怒ってるんだと。花がこう かと怒ってるっててるいうそれしかかイメージとしして浮かばないわけですねそうしたらその先生がですねいや君ら分からんかもしれんけども実は日本語はいろいろ複雑でねこの花が怒ってるっていう言い方は実はこれは生け花で花をこう生けてそのお花が生けられているという綺麗な生け花になって生けられているという姿を表す言い方なんだと。 しかもこれは実はあの、えー、我々は使わないけどもこれ使ってる人たちもたくさんいて古い日本語なんだよとだから我々は日本語なんかみんな知ってるようなつもりでいるけれども全然我々の知らない使い方が他の場所では普通に使われていることもあるんだって言葉ってなのは面白いもんだねってまあそんな話を聞いてね、はあ、お花が怒っている怒ってるんじゃないんだということがわかりました。 それでですねこの「花が怒っている」という単語を言葉を聞いた時にそのふ別の意味があるとつまり生け花で生けられているという意味があると分かっている人がいいですかこれをもし英語に翻訳したとするんですね。英語に翻訳したとするそうするとその人はあのえー、あ,のあれですね、えー お花が生け花で怒っているという意味にとりますからこれでいうと下の方で「The Flower is Arranged」とこういうあの英語に直すでしょう。ところが私たちは全然そんなものイメージもありませんから「怒ってる」って聞いたら,ほら怒ってんだろうと「The Flower is angry」だろうとこうなるわけで,でこうして「花が怒ってる」という一つの,あのフレーズがですね一つの言葉がその言葉のそのなんていうか 由来とか広がりとかを知ってるか知らないかによって、えー、フラワーイズアングリーと訳されたり、フラワーイズアレンジーと訳されたりして、全然違う意味に変わっていくわけなんですね。で、えー、それがあの、えー、この遺言にも同じことが起こって、このディーパという単語ですが、そのままで読めばこれは透明、えー、なんですが、このディーパという単語はあの別の おその古い,方古い伝統によれば、えーえー、島という意味もあるということを知っている人はそれを島と訳するわけで,でそういう意味でこの一つの単語もその由来やそのお背景を知ってるか知らないかによって、えー、いろんな役に変わっていくということなんですね。でそれがこの「あの自習補習とか「自頭名・法頭名」になっていったということちょっと説明が変かもしれませんね。 あのもし変だったらまた教えてくださいもっといい何か例があるかもしれませんですね、えー、ともかくそういう意味で、えー、しかもねしかも大事なことはこの場合にはこの言言の場合には縞にしても透明にしてもね意味が綺麗に通じるんですどっちでも言ってることが同じになるんですねそこがポイントですねあの要するに寄りどころになると何を寄りどころにするかということでどちらも 我々にとってはなるほどという納得できるような意味を持ってくるということなんですねはい、あのそういうことでお釈迦様の最大の優位言最も重要な優位言の自主保守についてお話をいたしました、えー、それではこの後もね旅は続きますからまた続きは次回お話をすることにいたしますじゃあ今日はこれで終わりますごきげんよう